覚醒する意識で寝ながら聞いてほしいと思います。ようこそ、みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りを毎日食べて、よく眠れていて、また夢をよく覚えているようになった予言天狗ミハルです。夢を覚えているって脳が活性化されている証拠ですので、すごくいいようです。ユニアの実りで質のいい睡眠と脳の覚醒が得られる、ありがたいことだなと思っています。今回も神様からの予言をお伝えします。寝ながら覚醒、次元上昇する方法についてお話します。あなたは寝る時にしている習慣ってありますか？実は寝る時の環境ってすごく大事なんです。あなたが今悩んでいる、人間関係を良くしたい、仕事でトラブルが多い、家族関係でうまくいかない、などという悩みがある場合は、特に今日の動画を見てほしいです。今日は脳を覚醒させ、悟りを開くことにより次元上昇に近づく話です。悟りを開くというのは難しいこと、大変なことだと思うかもしれませんが、そんな難しいことではないんです。悟りというのは差を取ること、差ができている差を取るのが悟りです。では何の差を取るのか、それはいくつかある中でも重要なのが心意体のバランス、その差を取ることが大事です。心意体、心というのは感情、意、意識、思考、そして体は体、行動を表します。つまり感情と思考、そして体の状態や行動、これらが差がなくバランスが取れている、調和している、それが悟りです。ですから差が取れてバランスが整った状態、これはいい状態であり、トラブルが多い人はその調和ができていないと言えます。体の不調や仕事の失敗、人間関係のトラブルが多いという場合、その心意体のバランスを調和させる、元々のフラットな状態にすることができれば、そのような悩みは起こらなくなるということも真実です。そのためにはバランスを取る、調和させるための調和の音楽を今日ご紹介します。うまく寝られていない人、悩みを抱えて辛い人など、ぜひ今日の動画をきっかけにしてエネルギーの流れを整え、覚醒し次元上昇に向かってください。今日ご紹介する音楽、それは調和の音楽。その調和する音楽を寝ている間聞くことで悟ることができます。ですから覚醒する意識で寝ながら聞いてほしいと思います。今あなたが心意体、感情と思考と体、行動のバランスが取れていなくて、そこから心や思考の迷い、病気、判断ミス、大失敗などにつながっていってしまいます。それはエネルギーの流れが乱れているということでもあり、それが結局心や体の不健康の原因になっていきます。ですから寝ようとしてもうまく寝れていないというあなたなら、この動画をきっかけにしてエネルギーの流れを整えてください。寝ている時の環境が整っていないことで悩んでいる人も多いです。基本この世の中のエネルギーの流れは、昼行動し夜寝る、そんな流れになっています。そのように仕組みができていますので、お仕事の関係で夜勤が多い、そのような場合自然のリズムと違いますので、意図的にケアする必要もあります。もともと大事なセッティングを知り、それに沿わせていくということが大事になるんです。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは寝てる間に心意体のバランスを整え、悟りを得て覚醒する方法を知ります。この方法を何度もあなたの暮らしの中に取り入れ、調和し覚醒していくあなたになることで、着実にあなたの次元上昇に近づいていきます。寝てる間に覚醒し、今のあなたの悩みを解消し、しっかりとエネルギーチャージができる、そのことで起きてる間にあなたはあなたに必要な行動をしっかりとすることができて、現実世界をあなたの理想のままに作っていくことができるようになります。そのための大事な話とめちゃくちゃパワーのある音楽を紹介しますので、最後までご覧ください。寝ている間の脳、あなたが寝ている間、脳は休んだり動いたりしています。ずっと寝ている間、脳は休むわけではなく、ほとんどの部分では脳は動いています。その寝ている間に脳が得た情報や知識というのは潜在意識に直結し、見えない領域とアクセスしますので、大きくあなたの覚醒、新しい気づきに変わっていくんです。そもそも寝ている時には脳は見えない領域である気の領域、そして工事とつながっています。元々のエネルギーとしては、夜は陰のエネルギーが流れている時間帯で、陰というのは吸収や収縮、内側にまとまるエネルギーが陰のエネルギーです。
ずっと内側に溜めていくようなチャージングの時間帯、これが夜です。脳も起きている間、常にいろんな判断、決断をしています。人間は1日の間に2万から6万の質問を自分に投げかけていて、その答えの行動をしているとされています。そのことをプライマリークエスチョンと言いますが、6万もの質問を脳は考え、自分に問いかけ、そこで判断決断し、その選択した行動を末端筋肉を動かしてやってるんです。ですから、そのように脳が動いている間は陽のエネルギーの流れになっていて、放出解放、そんなエネルギーが昼なんです。すると一日中6万もの質問をしながら放出し、エネルギーを出している脳はチャージングする必要が絶対的にあります。それは休むということと同時に、必要で大事な情報を入れる、もしくは心身体のバランスを整える、そのような夜の使い方をするとエネルギーの流れにも合い、その後また最高のパフォーマンスができるあなたになっていきます。そういった意味で、寝ている間に脳に効果的に働きかけるというのも非常にいいことになります。なぜ寝ながら聞くのがいいのか。先ほども言いましたが、寝ている時間は夜の時間帯の場合は陰のエネルギーであり、チャージングしているという意識が必要になります。放出するのではなく、収縮し、まとめ、取り込み、自分の中をエネルギーを充満させ、エネルギーの濃度を濃くしていく、チャージされる感覚が必要になります。昼の陽の働きとは逆に、夜チャージする、その意識を持ちながら寝ることによって、必要なエネルギーを吸収していき、あなたはチャージングされるんです。昼は陽のエネルギーで行動し動き、そして夜は陰のエネルギーでチャージする、これが自然界のエネルギーの流れですので、もしあなたが夜働いている、夜勤があるなどという場合、それはその仕事をやらなくちゃいけない以上やらないといけないんですけれども、自然の動きと逆になってますので、それだけ意図的にケアする必要があります。そして寝ている間も脳は動いていますので、その動いている間、チャージングになるような環境を作ること、それが重要になります。もし寝ている時に心身体のバランスが崩れている場合、その崩れが脳に影響をしますので、脳の判断が間違ったり、休めなかったり、チャージングできなかったりします。ですから、しっかりと調和させる音楽を寝ている間に聞くというのは非常に効果的なんです。寝ている時も覚醒します。通常寝ている時にはあまり刺激がないのが普通だと思います。ただ、脳は休んでいる時間はごくわずかで、大体動いていますので、エネルギーチャージをしている意識は大事なんですけれども、もしあなたが眠れないとかいう場合は、脳は放出ばっかりをしてしまいます。つまり、陽のエネルギー状態になり、チャージングできないということになりますので、休めていないということになります。そのように、脳が休めない状態になるのは、心身体のバランスが崩れていることが多くの原因になりますので、調和のエネルギーに触れながら寝るのが非常に効果的だということになるんです。そこで今日お届けする音楽は、人が誰もが持つ4つの魂、それをシコンと言います。アラミタマ、サチミタマ、クシミタマ、ニギミタマ、この4つの魂を誰もが持っていますが、この4つの魂のうち、ニギミタマ、調和する魂、平和を希求する魂、このニギミタマをより覚醒させる、発動させるエネルギーを持った音楽を今日流したいと思います。この音楽を聴くことにより、調和や平和を意識させる音楽になっています。それがチャージングに重要であり、心身体のバランスを整えるための音楽とも言えるんです。ぜひこれから最初の数分ナビゲーションをしますので、そのナビゲーションを聞きながら、ゆったりとこの音楽を聴いてください。平和を感じ、満たされる、調和され、自分のエネルギーがフラットになるような、そんな感覚を持ってください。できればこれから流す音楽は、気の領域とつながる周波数を持ち、見えない領域の力を下ろすテンポになっています。そして長さは666秒、ミロクという秒数になっていますので、その間に眠れるようであれば寝てください。では寝ながらでもいいですし、まずは画面を見ながらでもいいですが、ゆったりとリラックスして聞いてください。そしてできれば眠りについてください。音楽を流す間、僕は波動を送ります。ではよろしいでしょうか。音楽スタート。
今この音楽を聴きながら、あなたは調和の世界に入っていきます。あなたの心、意識、体、健康状態、それらでアンバランスな部分があったとしても、今この音楽を聴きながら、そのアンバランスな差ができている部分は調和されていきます。まずはゆっくりと呼吸を見てください。呼吸を感じながら、ゆっくりと呼吸に意識を持っていってください。あなたが吐く息、長く吐いてください。長く吐く中で、その息を見るようにしてください。息を吐いて吐き切った後、その折り返しを見てください。あなたの呼吸は今このナビゲーションに合わせなくてもいいです。ただ吐く息を見て、その折り返しを見る。そしてその折り返しの後、今度は吸っているその吸う息を見てください。息を見ながら吸って、また吸い切ったら折り返しを見てください。その後またゆっくりと息を吐きます。その吐く息を見てください。吐く息を見る、折り返しを見る、吸う息を見る、折り返しを見る。しばらく繰り返してください。その繰り返しをする中で、心や感情、思考、悩み、痛み、そういったものが溶けていくような感覚を持ってください。その中で眠くなったら寝ても大丈夫です。ゆっくりと眠りについてください。今この音楽を聴きながら、悩みややらなければいけないこととか考えないようにしてください。今エネルギーチャージの時間です。この音楽を聴くだけで身体のバランスは整い、エネルギーをどんどんチャージできる、そんな状況になっていきます。あなたは寝てる間にどん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 エネルギーをチャージし、充電完了の状態に朝はなっています。すがすがしい目覚めがやってきます。そのことによりあなたは心と意識と体のバランスが整い、あなたがすべきことをまっすぐにできるあなたになっていきます。その状態になった状態、それが覚醒、そしてその覚醒の連続の先にあるのが次元上昇です。あなたは間違いなくこの音楽を聴きながら次元上昇できるあなたになれます。寝ながら
覚醒できますので、安心してエネルギーチャージを意識してください。ゆっくりと呼吸を無理しないように続けて呼吸を見てください。眠くなったらそのまま寝てください。十分にあなたはエネルギーチャージできる環境に今もうなっています。すべてのあなたのバランスが崩れている部分は調和されます。安心して寝て大丈夫です。今まで十分頑張ってきたあなたは今ゆっくりとエネルギーを充電していく今その時なんです。この音楽はそれをしっかりとサポートしてくれますので安心してください。
いかがでしたでしょうか。そのままゆっくりおやすみなさい。ということで。